なんやびっくりした、アーボか。めっちゃ不気味やった今。アーボのなんとも言えんこの穏やかな顔が好きです。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回はね、実はこのモンスターボールプラスを買うと最初からついてくるポケモンがいるらしいんですけど、ちょっとそれを受け取ってなかったので受け取っていきたいと思います。なんかね、一番最初の大木戸博士のとこじゃないと受け取れるのかと思ったら、なんかどこでも受け取れるらしくって、この通信から不思議な贈り物、不思議な贈り物っていう響きもなんかもう懐かしいんやけど、でこのモンスターボールプラスで受け取る、モンスターボールプラスにプレゼントのポケモンが入っています。受け取りますか？もちろん受け取ります。はい、オッケー、よろしいです。このポケモンをね、ちゃんと受け取っとかんとね。せっかくのプレゼント。さあ、そして、この受け取れるポケモンが、はい、来たー！来たー！ミュウ！かわいい！めっちゃかわいい！いいね。ミュウ、新種ポケモン。顕微鏡で覗いてみたら、非常に短くて細い細やかな体毛が生えていた。ミュウはいつまで新種ポケモンなの？お、図鑑ナンバー151。すげえ。ミュウを受け取りました。幻のポケモンミュウ。やったね。めっちゃ嬉しすぎる。え、これは、あれよね。これは手持ちに入れるべきだと思うの、私。ということで、ポケモンボックス。え、これミュウは何レベルで入ってきとん？レベル1。レベル1やってやば。でもこれね、レベル上げていきたいけん、手持ちに入れたいんやけど、あ、ちょ待って。まず、手持ちにおる子をちょっと外したいけん、飛行タイプ片方外そっか。じゃあ、鬼スズメ外します。鬼スズメ手持ちから外して、じゃあ、ミュウ入れとこう。かわいい。かわいい。はい。レベル1はやばいな。はい、それじゃあ、あとはちょっと、今回、花田シティを全体的に回っていこうかなと。さっきからめっちゃ気になったんやけど、マルマイン、でかっ。マルマインってこんなでかいん、やばくない？マルマインは知らんぷりして、知らんぷりしないで。マルマイン、スピードスター。あー、違う。ポケモンって難しいわ。ポケモンが言うこと聞くかどうかは、人の腕前次第なんだもの。え、てかめっちゃでかいね。乗れるやん。そういう感じなん、マルマインって。この家の子かな。お邪魔します。お、ピッピー、そう、ピッピー、私捕まえれんかったよね。めっちゃ捕まえたいんやけど。ボボンボン。こんな鳴き声ですっけ。もう、大好きなピッピちゃんの頭。両手でワシャワシャしたら、ボフンと生かした部屋に。でも、触りまくってたら元に戻っちゃったぞ。どういうこと、元に戻っていいと思うよ。そんなね、爆発頭にしないであげて。これ読めないの？え、読めないのか。あ、これ見て。見えるかな？何気にあの写真さ、人手間写っとんやけど。細かいね。この辺とかもなんか写っとんじゃないん？写ってないんか。写っとるようで写ってなかった。てか前回さ、ここの噴水の中に私、何コインを投げ入れたんやけど、何か意味はあったんだろうか。何？ピカチュウは噴水が気になるみたい。そんなに？あ、なになになに？うわ、水しぶきがかかった。ピカチュウ嬉しそう。なにそれ、かわいい。謎の草人気なんかな、結構。あれよね、ニビシティに持ってよね、謎の草を連れた女の子。カナダの噴水にまつわる一切知ってる？ポケモンと一緒にお金を投げ入れると、とっても仲良くなれるんだって。あ、なるほど。なんか、夏気度みたいなのが上がるってこと？いいやん、いいやん。なんかいいね。こうやって、日常の中にめっちゃポケモンおるんやけど、出た。出た。で、今までもう、まあ、ポケモンはやっぱりおったけど、やっぱこうやって肉眼で見て、このポケモンってよくわからんかったけんさ、嬉しい。リアルな感じね。だね。めっちゃポケモン飼っとるね。
私はここで傷ついたポケモンたちの世話をしています。へえ。杉田でもすっかり元気になったし、ポケモンいっぱい捕まえてる頼れるトレーナーさんにこの子を預けたいんだけど。お、今まであなたがポケモンを捕まえた数は50。そんなに捕まえた？マジですごいわ。あなた不思議での面倒を見てくださらない？あ、全然見ます。それじゃあお願いします。マジでもらえるんや、捕まえたのに。不思議だね。なるほどね。え、レベルは？レベルはここでは出てないの？とりあえずしまわれていった。ちょ待って、今の不思議だね。私レベル14なんよね、手持ちの方。12か、なるほどね。なるほどね。ちょっと弱いんよね、私のより。何、いたずらしようとしてない？かわいい、動きが超かわいい。みんな人手マン飾ってるね、なんか写真。なんなんやろ、まあ、この不思議だね、不思議だねでちゃんと可愛がらせてもらいます。ショップの前に木が生えてて向こうへ行けないんだ。でもどこか回り道すると行けるらしいけど。回り道、ショップの前に木が？それめっちゃ邪魔なやつやん。なんかこの家広い。腕が上がったポケモントレーナーだけがもらえるリーグバッジ、あなたもいくつか持ってますね。ではバッジについて私のうんちく語っても良いですか？まあ聞いてあげるわ。ではリーグバッジ8つのうちどれについて話しましょう。じゃあここのさ、あ、そっか、リーグバッジか。全然関係なく、バッジの数、バッジを持ってる数が多いほど人からもらったポケモンが強くても言うことを聞きます。1つ持ってるとレベル20まで、2つ持ってるとレベル30までと10ずつレベルが増えていきます。全部のバッジがあれば全てのポケモンが言うことを聞きます。ポケモンに認められるというわけだね。素晴らしい。あ、すごい、見てこれ、ブックスタンドがモンスターボールや。そういう細かいとこ見ていくの好き。お、ここにはやったー、アイテム。お、不思議な飴やん、いいね。飴ボトル、飴は飴で別でなんかあるんや。不思議な飴、あれやろ、レベルが上がるやつよね、便利なやつ。ほい、そしてこっちは裏つながってないんかな。うわー、びっくりした。いわくん、もはや顔が見えてないんだけど。キッチキッチ。うちの岩岩ちゃん、フレンドリーショップに連れて入ろうとしたら止められましたの。入れないでしょ、狭いところだと。勝手にボールに戻る、いい子様そのに。マジで、じゃあちょ、しまってから入ろう。そのまま入ろうとしないで。てか、この家にはよく入れたね。入ってから出たんかな、モンスターボールから。お、ジェンサーさん。この家は泥棒に入られたの。目撃者によると、犯人はロケット弾。被害者を守るため、しばらくこの家にはコラッと一匹入らせません。じゃ、ピカチュウ一匹ならどうですかね。そういうことで、お、ロケット弾おった。そっかそっか、花田シティはそういう感じの事件が起こっていたんだっけね。あ、向こう側行けない。君もポケモンやってるか。集めたり戦ったり、いろいろ大変だな。大変だけど楽しいんだ。それがポケモンだよ。さあ、そして、あっち側に、これはあれか、ここの外から行けるのか？どうも、かわいいね。この家のお兄ちゃん、世界中に自転車を集めてるって。ここ？家っていうか、サイクルショップじゃない？おほう、ポケモンの図鑑を作ってる？それは楽しそうだな。めっちゃ楽しいよ。え、これはあれ、自転車借りれるところかな。ポケモン乗るの好きだけど、自転車もかっこいいよね。それは思う。僕の自転車コレクションすごいでしょ。乗したり売ったりしないけど、好きなだけ見てっていいよ。え？売らないの？あ、それめっちゃなんか写真飾られとる。え、売らないの？確実にこれ展示しとるやろ。販売品やないん。珍しい自転車見せてくれるの嬉しいけど、自転車マニアの彼、うんちく長いのよね。聞いてあげて。え、だってさ、看板も掲げとるやん、ここ。え、ねえ、こんだけ看板掲げとって、売り物じゃないってどういうこと？
確実に売るべきやと思うんやけど、あ、あそこは、あれはなんかあれだね、コーチトレーナーだね。こっち側から、あ、なんか落ちとる？落ちてる。お、スーパーボール3個やったね。こっち側からいけないのかよ。あ、人影！ね、人影！人影！こんなところに、かわいい！ってことは、あとゼニガメだけやね。さあ、来い。あ、全然出てなかったけど、グレートよかった。タイミングがちょうどよかった。どう？来たー！一発！嬉しい！やった！人影を捕まえた。え、めっちゃやったやん。お、ミュウのレベルがめっちゃ上がっていく。ニドランメスもレベル17に。そしてミュウはレベル4まで上がった。イエーイ、いいね。人影嬉しい。これって不思議だね。お、ニドランメスが進化するよ。え、ニドランメスが進化したら何やった？ニドリーナ？やっけ。え、ニドランメス、ニドリーナ、ニドクイーンよね。かわいい。おめでとう、ニドラメスはニドリーナに進化した。イエーイ。かわいい。ニドリーナかわいいよね。めっちゃ飛ばしてしまったけど。トカゲの方はちゃんと見ます。トカゲ、トカゲポケモン。静かなところに連れて行くと尻尾が燃えてる小さな音が聞こえてくるよ。ちゃんと、あれなんかな、パチパチ言ったりとかするんかな。いやー、いいっすね。嬉しいっすね。なあ、びっくりした。アーボか。めっちゃ不気味やった、今。アーボ。アーボのなんとも言えんこの穏やかな顔が好きです。ほい。ナイス。来い来い来い。よし。いいね。一発で捕まったら嬉しい。やった、アーボを捕まえた。アーボといえば、ムサシ。このミュウのレベルがどんどんと上がっていくのも嬉しいし、ポッポそろそろなんかね、進化しそうな感じするけど、種休めって何？休むんかな？忘れさせないでいいや。なんか、ね、言葉的に戦いそうな感じじゃないやん。攻撃系じゃないっぽい感じがするけん。いいよ。うん。アーボ、ヘビポケモン。育つほどにどんどん長く、マジで？そして夜中は木の枝にぐるぐると絡まって休む。うわぁ、想像したら気持ちが悪い。ヘビは苦手なんだ。アーボならまだ。あ、段差があるのね、ここ。見えなかった。え、ってことはあっち側は、なんだ、結局、どこから回っていっていいのかもよくわからないんだけど、私には。いけないところなんだろうか。ね、あっち側なんか、居合切りがないと、いけんのかな。え、どこから行ったんやっけ。あ、てか、ここなんかさ、正面のところになんかなかったっけ。なんか、でっかい建物みたいなのなかった。橋渡っていくみたいな。これ何？え、なになになに、なんか見つけた。はい。めっちゃ嬉しそうやけど。ピカチュウは揺れる花を楽しそうに眺めてる。え、何かを発見したわけではないのね。うわあ、あ、うわ、あゆな大変だ。ぽ、しゃ、ひー。なに、どうしたの？何があった？急に。急に戦闘に突入したけど、どうしたの？しゃ、ぽ、ぽはなんかポケモンかなって思ったけど、しゃは何？まだ3匹しか捕まえてないの？どういうこと？私も50匹捕まえたらしいよ。二度蹴り。いけーい。レベルはまああれか。同じようなもんか。同じようなもんやけども。噛みつく。電光石火。いっけーい。はい、いいね。はい、いいね。速攻で。謎の草、私も入れ替えます。ここで、私は、ポッポで行きます。さっきシゲルが使いよったポッポ。はい。行っておいで。かわいい。もう鳴き声もめっちゃかわいい。よし、ここで、飛行タイプの技をね。謎の草でかいね。なんかもう、
みんなの大きさがよくわからないよ。ポッポよりでかいもん。めっちゃでかいもん。あー、毒やめてよ、うちのポッポに。てか、私、謎の草捕まえてないな。え、捕まえた？捕まえてないよね。多分まだ現れてないよね、野生で。風起こし。傷薬まさかのまさかの、もうやっつけれると思ったんだけど。あ、でもやっつけれないかな。どうやろ。風起こし。あ、ダメやった。また結局同じぐらい残ったわ。くっ。もう一回風起こしで、もういけるでしょ、これ。いっけ、風起こし。はい、オッケー。あと一匹。あと一匹ピカチュウか。あ、ピカチュウってことはポップじゃいかんね。ということは、お、ミュウがレベル7に。あー、ポッポが、ポッポが毒でやられていく。はい、ポケモン入れ替えます。でも、ピカチュウ相手、誰がいいんだ？ニドリーナで行こう。さっき進化したばかりの。いいね、かわいいね。ニドクイーンまで行ったら結構もうね、ムッキムキで、ちょっとあれなんやけど。なんか結構思うのが、ポケモンね、進化3段階あるポケモンって、2段階目まではまあ結構可愛いんやけど、なんかね、3段階、最終形態になった途端に、めっちゃいかついよね。え、なんか初期の3匹もそうじゃない？最終形態いかつすぎて、でもリザードンは好き。人影、リザード、リザードン。なんか人影だけは3段階とも全部好きなんやけど、なんか後のね、後の2匹がちょっと3段階目、2段階目までが可愛いかなっていう。可愛さをちょっと残していただきたい。なんですって、噛みつくが当たらなかった。当たれよ。そして麻痺ってるし、ニドリーナ。頑張った。あー、体が痺れて、痺れて動かない。ちょ、不利になってきたよ。頑張るんだ、ニドリーナ。頑張って、噛みつく。いっけー。 あっと、ちょっとだけ耐えたね。毒針、毒針でプスッと。キャー、いけ。よし、いいぞいいぞ。ちょっといろんな技を使ってみたかった。イエーイ。あー、ちょっと落ち着いた。大丈夫？どうした？この先で何かがあったの？は、はぁ、ひ。俺らしくもなく取り乱して悪かったな。この先に有名なポケモンマニアが住んでるって言うから、珍しいポケモンいるかなって言ってみたんだ。でもそこにいたのは、聞いて驚くなよ。ポケモンマニアのマサキってやつなんかじゃなくて、人の言葉を喋るポケモンだったんだ。ひぃ、怖え。アイナも近づくなよ。めっちゃ近づいていこうとするけど。何？イーブイどうした？イーブイはシゲルの髪の毛を触りたそうにしてた。まあね、あれなんかふわふわって揺れるけん、ちょっと気にはなるよね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、多分しげるは勘違いを、いるのはまさきだよね。まさきですよね。